2008年イタリアグランプリは2008年 F1 世界選手権第14戦として2008年9月12日から9月14日にイタリアモンツァで開催された正式名称は2008フォーミュラ1グランプレミオ D イタリア2008シーズン屈指のハイスピードコースとして名高いモンツァであるが今年は雨にたたられるこの天候が皮肉にも 勝敗を決めることとなった。9一中の9一は、ルーベンス・バリチェロ・ネルソン・ピケ・ジュニア・中島・カズタカ、ジェンソン・バトン・エイドリアン・スー・ティルの5名が脱落。この時点では、まだ波乱の予想を見せていなかった。9-2-9-3条連組は、順当に9-2に進んだが、このラウンドで、ランキング上位4名のうち3名が、よもやの脱落となった。この時点で、 ランキング首位を走るルイス・ハミルトンは朝、溝タイヤ選択が裏目に出て15番手、チャンピオン獲得に赤信号が灯るランキング3番手のキミライコネンは予選出走のタイミングが遅かったことが原因で14番手、この年初優勝したランキング4番手のロバートクビサは、暖気運転中の天候悪化が致命傷となって11番手に、とどまり、ランキング上位4名で唯一、 9 3に進出したランキング2番手のフェリペ・マッサに、しても、9 2通過ラインギリギリの10番手での9 3進出という惨憺たるありさまであった。9 3 9 3上連3人が脱落した Q3 は、9 2トップ通過のセバスチャン・ベッテルがその勢いのまま、史上最年少となる21歳72日で、ポールポジションをダッシュした。チームメートのセバスチャン・ブルデーも4位で通過。 雨天を晴天セッティングでしのぎ切ったのが勝因であった。強い雨のためエクストリームウェットタイヤの装着が義務付けられセーフティーカー先道でレース開始。序盤は予選4位のプルデがエンジンストールのために周回遅れとなったこととジャンカルロフィジュケラが12周目にリタイヤとなったこと以外は波乱なく進んだ。ポールスタートのベッテルはその後も 序盤で作った貯金に物を言わせ、最初のタイヤ交換時以外は首位を守り切って、最年少ポールポジションに続き、最年少の21歳73日で初優勝した。ハミルトンのチームメイト平気小払い年が12秒以上離されて2位。予選失敗の首差が1ピット戦略で3位に潜り込むことに成功。今回は大した見せ場を作れなかったマッサは、なんとか、 ハミルトンより前の6位。そのハミルトンはマクラーレンのタイヤの温まりやすさにたたられ後半伸びずの7位。ライコネンは最悪で最後になんとかファステストラップをダッシュしたもののポイント圏外の9位に終わった。なお宇宙決戦となったトーレースであるが意外にもゴールできなかったのはフィジケラだけであった。ベッテルのこの優勝は F1 史上最年少での優勝。 史上最年少でのポール・トゥ・ウィン及び史上最年少での表彰台登壇。トロロッソの初優勝及び初の表彰台獲得。1957年のマセラティ250回を狩るスターリングモス以来約半世紀ぶりのフェラーリ以外のイタリアチームによるイタリア GP 優勝。フェラーリのカスタマーエンジンでの初優勝。トロロッソの親チームである。 レッドブルレーシングよりも先に初優勝を遂げる。という記録ずくめの優勝となった。このレースで表彰台に上った3人は全員が今季初優勝を挙げたドライバーだった。ベッテル、小払い年、首差の3人の平均年齢は23歳350日であり、表彰台登壇ドライバーの平均年齢でも F1、史上最年少記録を樹立した。 三人ともがデビューから三年以内の、いわゆる、若手であり、次世代の色合いが強いポディウムとなった。さらにこのレースで、表彰台に上がった国旗は2006年の、イタリア GP と同じドイツ、フィンランド、ポーランド、2006年は、ミハイル・シューマッハ、ライコネン、クビサであったの三カ国の国旗であり、流れた国家もドイツ、イタリアの順で同一であった。ありがとうございます。